TT.TBTUT。太平洋戦争末期、日米が激しい戦闘を繰り広げた沖縄。戦後は日本から切り離され、アメリカ統治下に置かれました。万歳！万歳！1972年5月15日、沖縄の施政権がアメリカから日本に返還されました。沖縄は本日祖国に復帰いたしました。今日以降、私たちは同胞愛よって喜びと悲しみを共に分かち合うことができるのであります。日本が沖縄返還に向けて動き出したのは、戦後20年となる1965年。経済成長によって復興を果たし、残された最大の課題が沖縄返還とされていました。時の首相佐藤栄作は沖縄返還に政治生命をかけていたといいます。沖縄における施政権返還、これは沖縄島民100万の熱願であります。また日本国民も沖縄と一緒になることを心から願っております。ワンワンチャンネルの発展系として始まった100万人の大合戦、司会には若き日の中地翔京さんが出演しています。ワンワンチャンネルスタート。空は次青空。素人のど自慢のオキコワンワンチャンネルには、後に全国デビューを果たし世の男性たちを虜にした南沙織さんがアシスタントとして出演していました。どうぞ。僕のパークでは大体ですね、このなんていうのかな、沖縄のことなんかをね、いろいろやってましたけどもね、いろんな形で取り上げてたんですが、始まって2回目の時にはね、ちょうど国際反戦デーとか言うんでですね、評論家の鶴見義之さんとか来てもらってですね、沖縄返還協定の解説なんかをしてもらったりしましたが、5月の15日の1ヶ月前からですね、沖縄に取材したテープを中心に、このなんか沖縄レポートというんですね、沖縄レポートという特集を組んでね、やってましたね。復帰前の沖縄の何者の姿をこうお伝えしたいものであるなみたいな感じでね、やってましたが、この中からですね、それ山豊君を中心とする沖縄のフォークメラル連中の歌もですね、なんていうのかな、こうみんなにね、聞いてもらうこともできたしですね、とてもあれだったですけども、これからお送りするテープはですね、沖縄レポートその4でですね、いつからなのかと題しましてですね、
沖縄レポートその4というのをやりましたが、それで最終的に僕が自分なりの考えで沖縄に対する気持ちをですね、レポートの一応の締めくくりとしてこうまとめ上げて歌にしたんですが、これをちょっと聞いてください。一つのメッセージっていうものがかなり明確に出されたと、みんなその当時の若者っていうのがその歌を聴いてやっぱり自分たちの生活感まで変えられちゃうようなね、強いメッセージっていうか影響を受けてきたわけでしょう。私たち沖縄の人は戦争中日本軍により防空壕を追い出され、たくさんの一般住民が見殺しにされたことをまだ覚えています。はい、それが自衛隊反対の大きな理由の一つです。この夏沖縄へ行ってみようなんていう旅行をしてみたいですね。本当に基地の飛び立っていく飛行機の爆音がどの程度にすごいものか、これは実際にそこへ行かないと本当にわからないの。本当に基地って大きいのね。私これびっくりした。走ってもね、左肩がもうずっと基地なの。基地だ。どこまでも本当に行ってみないとわからないからなんか、はい、沖縄に基地を見に行こうなんていう旅をやってみたりするのも面白いですね。沖縄まで大事なことじゃないかと思います。今日も電波が飛んでるのね。さて今日の記念品ですけど、はい、最後のお便り、そして63歳のおばあちゃまのお便りに差し上げたいと思います。はい、そして来週のお題はドキです。お便りをどしどし、野沢なしと、はい、チャココと白石ふみり、それでは皆さんまた来週お元気よう。あんた方どこさ、基地さ、基地どこさ、沖縄さ、沖縄どこさ、日本さ、日本の中にもアメリカがあってさ、それを政府が用心棒にしてさ、煮てさ、焼いてさ、食べられた後さ、さ。恋の謎解き、いつ
しまう。小指で描いたあなたの似顔、涙でそっと色付けするの。金曜担当は僕のザワラジでございます。シャコと白石文でございますが、はい、なんでお腹いじってるの？いいんだよ。パックインミュージックが始まって15年っていうこともびっくりしたんですけどね、あと2ヶ月で終わってしまうって、これもまたびっくりしたんですけどね。びっくりしました。毎週1回木曜日の深夜にあの椅子に座るっていうのはもう生活の一部ですから、だから最初は約束も美月でしたからね、とにかく美月やればいいんだと思ってましたから、で美月だって僕は当然終わるんだと思って辞めるって言ってたんですよね。そしたらまあ人がたくさん手紙くれて、その手紙が面白いから、読んでるうちにあっという間に15年経っちゃったっていうのは実感ですよね、私たちが呼びかけたんじゃなくて、手紙に手紙がつながって、手紙につながってっていう感じで、もちろん野沢さんの読みの素晴らしさもありますけども、そういう感じで結局みんなのお手紙がつながってきたって感じなんですね。歩こうか、歩きましょう、夜明けが来るまで二人きり、もうそばへ雨に濡れちゃ風をひく、よかった。さすら分かりませんけれどもね、聞いててよかったかどうかパックインミュージック。振り返ってみるのもいいさ、道草くのもいいさ、僕らの旅は果てしなく続く、時には疲れた体をおかげに横たえて。1972年1月発表の「結婚しようよ」は50万枚の大ヒットに、以来数々のヒットを生み出し、フォークソングを若者の音楽として世に知らしめることになった。あの社会のありようについてやっぱり一人一人がものを言いたいっていう、でそれを言えたっていう、それ世直し的なニュアンスが少しはあるっていう、そういう時代にはやっぱりリクエストすごく多かったです。どこかで誰かがきっと待っていてくれる、雲は焼け道は乾き、日はいつまでも沈まない、心は昔死んだ、微笑みには会ったこともない、
昨日なんか知らない、今日は旅を一人、けれどもどこかでお前は待っていてくれる、きっとから3時までお送りしてまいりましたパックインミュージック、この放送は各社の提供でお送りいたしました。ではまた来週月曜日の深夜1時にお会いいたしましょう。感じの音ですね。あなたに抱かれた私は蝶になる。
あなたの胸怪しい雲の糸。1970年、子供から大人まで口ずさんだヒット曲が森山加代子の白い蝶のサンバ。森山は1960年16歳でデビュー。洋楽カバーでヒットを連発し、紅白にも3年連続で出場した。タダダ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 ダですよ。なんか言葉が大変ですよね。それに乗っける言葉をどうするかっていうのが、あの頃ね、言葉をたくさん使うっていう意味では吉田拓郎さんが結構画期的な登場の仕方をしてるんですよ、この1970年に。あ、そうなんですか。はい。長い長い坂を登って後ろを見てごらん、誰もいないだろう。長い長い坂を降りて後ろを見てごらん、みんなが上で手を振るさ、みたいな。一つのだから言葉を一つの音に入れて入ってる。長い長いが入ってるんです、長い長い坂を登ってっていうのは一つの音ですからね。そういう一つの音にダダダダって言葉を入れるっていうのは、拓郎さん手法はちょっとこう歌謡曲にも影響を与えてるかなって僕は思いますけど、よく吉田拓郎さんの初期のナンバーにですね、この白い蝶のサンバに、坂崎これ俺白い蝶のサンバ真似したんだ俺はって、嘘なんですよ、冗談で言ってるんですけど、何をやってもダメな嘘のだけの男って歌があるんですよ、拓郎さんが。あなたに抱かれて私は蝶、一緒だな坂崎とか言ってました、自分で言ってましたけど。同じだっていう、自分で言ってました。もちろん冗談でどっちが先とかじゃないんですけどね。そうやって16部の音符にこうダーッと言葉を乗っけていくっていうのは、白い蝶のサンバが大ヒットした理由の一つが、やっぱ早口、それからあなたに流れて私は蝶になる、あなたの腕怪しい雲の糸と覚えてますからね。皆さん多分ね、あの早口で真似をして歌ったんじゃないかなっていう。ただそれがフックになってたんでしょうね。だんだんでだんしびだれダディへ売られ、ラジオでナイトクラブ。今週のベストテイクはですね、かねて、言っておりましたが、シンシアという曲を選びました。釜安博さんと吉田拓郎さんが歌ってるんですが、これはあの釜安さんからですね、なんかこう2人でセッションとかしたいななんていうのをやっぱり六本木でよく飲んでる頃にですね、よく釜安さんに言われてたんで、あの人はあの釜安さんはその当時からですね、70年代の初期の頃から、まあ、なんとなく吉田拓郎ね、僕にあの接触を求めておりましたですね。だから非常に積極的に、なんか用ことがあると、合わない合わないって電話かかってくるようになってましたしね。でちょうどですね、CBS ソニーに僕もいましたので、その頃にあの年に一度ヒットパーティーっていうのが、あの社長主催のパーティーがあって、全歌手が集められて、そういう銀座でパーティーがあったんです。そこで南沙織さんのね、シンシアこと南沙織さんと、そのソニーの CBS ソニーヒットパーティーで知り合いまして、でそこで南沙織さんに、あ、僕吉田拓郎と言います、初めまして、沙織さんの早春の港っていう曲僕好きなんですよ、あれいい曲ですねっつっていう話を彼女と交わしてですね、その時に南沙織さんを初めてこうお会いして、でお話して、すごくクールで、いい人だな、シンプルな人だなっていう感じ、第一印象があったんですが、その早春の港っていう曲のふるさとを持たないあの人の、いいふるさとに私はなりたいんだっていう内容の歌なんですね、早春の港って。ふるさと持たないあなた、あなたのいいふるさとになりたいって女の子に言われたら、そりゃいいなっていう感じで、僕なんとなく東京へ来て、何年か経ってですね、東京放浪者って感じで、広島っつったってもう帰るあれもなくなってきたよな、だんだんなっていう感じの頃に、まあ心が放浪してる気分の時にですね、ふるさと持たないあの人のいいふるさとの、その歌詞になんかジーンときて、これはもう絶対この曲のアンサーソングを作りたいと思ったんですね。まずこの南沙織さんの早春の港を聴いてください。街を訪ねて
車を降りてみても、目に映るものは時の流れだけ、心が砕けてゆく。帰ってゆく場所もないのなら、行き過ぎの触れ合いで慰め、お父さんおるんかい。お父さん観覧に来てたっていう。お父様は拓郎さんのことが大好きで。もう大好きで。ライブにも行かれたりとか。もう大体もう全部左手ともう全部覚えてます。すごいな。何がすごいかってもう今左手を見ても全部大体覚えてますと。ご本人そんな覚えてらっしゃらないといけないですか。これ何だったっけなってリハの時によくありましたもんね。今日ね、今日ほとんど覚えてないの。ほとんど曲分かんない。でもね、その影響もあって、はい、もうだってもう聞いて育ったっていう。そうですね。でも今の世代の若い世代の人たちにも響くとか重なるって歌詞多いですよね。いや、いっぱいあると思いますし、うんね、なんかそのまあうんちくというか、うん、結婚しようよの、うん、僕の髪が肩まで伸びて、うん、の時の写真がこれだよ、うんうん、本当は拓郎さんすげえ髪長い、うん、肩からも伸びちゃったから、ね、お前ら知ってるやろ、僕の髪が肩から伸びてうわーっあれやろ肩から伸びたら怖い、肩から伸びたら怖いで、怖いですよ。でも結婚せんで済むやんかそれは
田黒崎君一番今日はやばいかもしれないですね。田黒さん最初にご結婚されたのはいいの聞いていいの聞いて聞いていいのそれもう帰れお前は、うん、こんな時にはこの曲みたいな、うん、シチュエーション別で吉田拓郎さんのラブラブな歌を選んでいただいた、はい、ということなので、はいはい、そちらも見ていきましょうか、はい、うおーと叫んで走り出したい時に聴きたい拓郎曲。おお、何やろ。え、拓郎さんちなみに何だと思います？うおーって叫んで走り出したい時に聴きたい自分の曲ですか、はい、あんまないんじゃないかと思うんですけどね。そうか、なんか拓郎さんの曲ってこんなイメージないですか。俺は勝手に、うん、うわーってなんか後ろじゃなく前に、うん、なんか叫びたくなる。なるような。何ですかこれは。これは、馬、馬が走ってく、馬が走ってく、でっかい鼻の穴を広げて馬が走ってく、馬が笑ってる、馬が笑ってる、でっかい口を広げて馬が笑ってる、馬が飛んでいく、馬が飛んでいく、両手両足を広げて馬が飛んでいく、馬が手を振った、馬が手を振った、空の上からにカッと笑って馬が手を振った、馬が歌ってる、馬が歌ってる、今日までそして明日からを馬が歌ってる。熊本県の馬たちよ、永遠にカット。私に残っているの